神戸のママさんバレーボール教室の指導者を務める臼井信子さん。選手時代は岡山県倉敷市を本拠地に活動していたクラボーの実業団バレーボールチームでエースアタッカーとして活躍。全日本のメンバーとしても海外遠征やアジア大会優勝を経験しました。このバレーボール教室では25年間指導しています。芯が通ってて教えていただけることでブレがないので、みんな迷わずに練習できるっていう感じですね。いいか。姫路学院女子短期大学では監督として一からチームを立ち上げ、最も下のリーグから一部まで引き上げた実績もあります。時には厳しく、いやほとんど厳しく。そういう感じ。厳しく時たまに優しく。大阪市出身で50年前から神戸で暮らしている臼井さん。バレーを終えた後の人生を考え、40年前に阪神深谷駅近くで喫茶を始めました。店の人気メニューはとんかつ定食。そして何といっても看板は東洋の魔女として知られる臼井さんの存在です。有名ですね。ママ、やっぱバレーボールでね、この辺では名前が。店の名前はウィン。勝負に勝つという思いが込められています。私が体を壊したらやめる。うん、でみんなからいつでもやめ、もう終わりましょうって言いたければ言うよって言うけど、多分ないと思う。私がもうやめるとこの人もやめない。もうしんどい言うてんねんな。え？じゃあそれ大丈夫。何言ってんねんな、この頃しんどいねんって。わがままな経営者だけれども、しっかり支えてくれてな。もう言うたらあかんやと。選手時代の写真を見せてもらいました。写真もみんな撮ってたんか。これはソ連か、日ソ戦の時、ソ連行った時に船の中で練習するんだけどね、もうトゲがいっぱいでね、そんなとこでも練習したよ。そのソ連のモスクワ行く時かな。クラボーでの実業団時代、トラックのタイヤを背負って海岸を走り、終わったらお寺で座禅。過酷な練習に耐えてきました。両親が見に来た時に見せれなかったですね。こんな親に見せたらあかんわいう場面なんぼでもありますから。脱走したこともあるしね。脱走してキャプテンしとったんかな、うん、成績がうまくいかなかったから逃げて帰った。そして17歳の時に東京オリンピックの全日本候補選手に、大会直前の21人の最終候補にも残りました。天皇陛下、両陛下が来られて、みんなが競技をストップして、スタンドみんな全員立って天皇陛下をお迎えする時の自分のサーブ番やったから印象に残ってるの。2人の息子と3人の孫がいますが、自身の体験を息子にも孫にも話すことはなかったそうです。あんまりこう語ってこなかったって。そうですね、逆に言うと。そうですね、だから教室行っててもいろんなこと思い出とか話すればいいと思うんだけど、できない、しないよね。金メダルを獲得した1964年の東京オリンピック、臼井さんはオリンピックに向けて候補選手として練習してきましたが、メンバーには選ばれませんでした。この56年間、
東洋の魔女と言われる一方で、オリンピックには出場していないことへの葛藤があり、口を閉ざしてきました。分かってほしいんですよ。でも説明するのも、ほんでほんまに、ほんまに12分でやってんだかないうぐらいの感覚になっちゃってると思うんですよ。東京オリンピックの後、東洋の魔女の全日本メンバーとして海外遠征。2年後のアジア大会では金メダルを獲得しました。でも今こらして死ぬまでにこういう状態でやれたいの、やっぱ葛藤があったいうの、その中にもおるけれども、私たちは選考に漏れてるからアジア大会に行ったと、はい、なんか今日ようしゃばってるね。高校時代に全国制覇を経験した高蔵さんと24歳の時に結婚。国体では夫婦で兵庫県のバレーボールチームの監督を務めましたが、家も店も震災で潰れ、お墓何もかも潰れて、そんで主人は亡くなり、阪神淡路大震災で自宅と店の両方が全壊。震災の半年後、夫の幸三さんが事故で亡くなりました。頑張りじゃなくてやらなしょうがなかったから、やらなしょうがなかったから やりましたよ。やらなしょうがなかったから前進んで、よう頑張ったかな、ほんまに頑張りました。栄光と苦難を乗り越えてきた人生、生徒たちにも語り始めました。教えてあげようか。日坊とクラブの時代に私がおって、もうずっと日坊が優勝、私は万年クラブで2位、もうで全日本で選ばれた時もと、オリンピック選手選考に入ってるんだけども、メンバーに入ったのはオリンピックの日坊で、残ってるものは私らみたいな、アジア大会ずっと2番手で来てるのよ。もうしょうがない時代だったの、あの時は。日坊で知らんでしょ、アジア大会やら国体やらいろんな練習をしてきてる自分の実績、自分の誇りのいうのは背中にありますね。ただそれだけです。なんか生意気なこと言ってますね。あんまり言わないんですよ私、自分のこと。バレエしかないですね。バレエとバレエを通じていろんな広がりがあったから、いろんな活動してきてるし、いろんなお世話してきてるし、ここで自分で防御するのか。自身の誇りを胸に76歳の今も後進の育成に力を注ぎます。